通り大磯方面に向かう。今日はですね、この由比ヶ浜のクロックスビーチとか、ビーチカフェ FM 横浜 AU のカフェに来てます。今日はですね、ヨットのシェーリングの、キャンペーンのところですね。お仕事の時はお手伝いというか体験ツアーですね、入ってまいりました。由比ヶ浜すごいです。首都高速道路は4号線上りの桜町線付近で乗用車同士の事故のため、中央道